白武器限定カスタムフォートナイト、よいしょ。さあということで、今回のアンプタックフォートナイトカスタム大会は白武器限定ということでね、はい、もうそんなの通り、はい、白武器のみで皆さん戦っていただきますが、まあ、はい、いつも同様、移動アイテムとかグレネードとかそういうのはありで、まあ、銃系のねやつだけ白武器でいきましょう、はい、でもさ、ね、でもさ、トリちゃんとかさ白武器でも強いじゃん。いつもそんな時は、またブリッジとマジタはショットガンなし縛り、よいしょ。めちゃくちゃ喜ぶやん。頑張れ。え、どうしよう。じゃあ待って、せっかくだからもう移動と爆弾とかも全部白のみにするか。白武器限定だしね。やっちゃおう、やっちゃおう、うん、そんな感じで今回やっていきます。いきます。はい、ありがとう。ポチアンプタックカラーズファーストワンマンライブ開催決定。ツイッター先行受付ももう始まってるよ。申し込み期限は11月13日から20日の23時59分まで。概要欄から応募してね。12月29日と30日、俺たちと楽しもう。アンプのみんなで盛り上げていくから絶対来いよな。せーの、来てね。あ、チケット買ってね、みんな。あ、よろしくね、みんな。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録ね。チケット、あと公式 LINE やってください。はい、公式 LINE やります。いや、白武器限定か。まあ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 ね、まあ純白ですから、俺の心はもう真っ白ですから。もう清楚純粋といえばアッキーみたいなとこありますから、やっぱ白にはねよくご縁があるわけですよ。なので今回はもう最強に優勝して、もう一番純白な白武器をみんなに見せてあげようと思います。よろしくお願いします。おい、どこ行け、みんな。お前この場作ってねえぞ。さあということで、今回もやってまいりましたアンプタックソロカスタムフォートナイト大会。とりあえず最初にプリッツが降りようとしている町には敵はいなさそうなので、とりあえずねゆっくりと白武器探していこうか。あー、白武器早速あった。まあ、やっぱさすがし、あ、またあったわ。サブマシンガンも揃った。あ、しかもレバーアクションって一番いいんじゃないこれ。はい、ということでね、まあ、僕とプリちゃんはショットガンなしということなんですけども、いや結構ね、ショットガンないとしんどいよねこのゲーム。 AR だけだと結構勝てないからさ。だからまあスナイパーも、でも白ないもんな、そう考えると。ガチだ、アッキーがバスの運転手にお礼を言いましょうって言ってない。本気のアッキーだ。あそこにしよう。でも俺ね、結構特訓してもらいましたからね。でも白武器だけっていうのが結構きつい気するな。あ、どうも、今日はかっこいい方で決めてきております。スキルも最近ちょっとね、歯出てる感じの多かったんですけど。さあ、白武器ってことでね、まあリアリティの低い武器でやるっていうのは僕もわかるんでね。まあ白武器があんま何か分かってないんですけど、よいしょ。え、嘘、これ宝箱なんだけど。え、嘘、これさ、白武器限定だから使えないんだけど、何か出ても。うわ、ハンマーサルトライフルの、マジか。これは何色、青か。うわ、最悪これ。待って待って、これ降りれないかも。あ、やばい、終わったかも。あ、え、もしかして俺、え、どうしよう。え、どうしよう。え、そういう罠これ。え、どうしよう。え、ちょっと待って、頑張ってこれ走って、ほら、おー、ギリギリいけたわ。お、あれ、アサルトじゃない。待って、揃ったんだけど。あ、てか待って、俺あれか、普通に持ってたけどショットガン禁止だったわ。あ、これ青なんだ。くっそー、俺これね、最近ハマってるんよ。強いんよ。連射式サブマティンガン。弾はちょっとどれか僕わかんないんでね、形が、あ、これか。あー、拾えない。これ緑だからレアリティが高いのか。これは、あ、拾っちゃった、やばい、怒られる。ちょ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 、よいしょ。さよなら、さよなら緑武器。よし、
あ、早速白武器発見しました。サイレンサー付きサブマシンガン。白でもね、言うてね、当てれば強いんで。チャグスペにするか。いやこれどうだろうな、 SMG なんかいらん気してきたな。だからこれでいい気がする。ピストルって200種類あるんよって言うんですね。ピストルってマジ白でもね、ヘッショ50入った気がするんよ。まあ、ハンドガンでも持っといた方が良さそうだから持っとくわ、一応ね。まあないよりあるに越したことないからな、このゲーム。他白武器って逆に白武…あ、あるよ。来た来た来た、ハンマーアサルト。これあったらだいぶ戦いやすいよ、だいぶ戦いやすい。みんな今どういう感じなのかな、みんなどんな感じか教えてほしいな。ディスコ入って聞こうかな、寂しいし喋りたいし。ちょっと建築したいよな。やっぱ建築、あっちゃんにせっかく教えてもらったのにできてないから、ちょっと建築を僕はするべくね、あの家を壊します。ごめんね、あそこに住んでる人たち。ちょっとショットガンぐらい使ってるでしょねえ、なんでこんなないの。なんはいらんのよ今回。なんでダーツのこれがあるのにショットガンの白ないの。ちょっと本当に用心してないよ、もうみんな本当にもう用心しないで、この家に住んでた人。でもみんな気をつけてね、あの危ない世の中でもありますから。あ、あったショットガン、やった。いやでもなんか最近マジでこうやってさ、6人でカスタムフォートナイトやる機会が増えてさ、めっちゃ楽しいよね。そう、知らない人もいると思うからね、一応自慢するんだけど、このね、フォートナイトのカスタムって誰でも開けるわけじゃないんよね。クリエイターサポートっていうのにね、申請が通ってる人のみカスタムのね、権限が得られるんだけど、あのね、実際通ってもね、使う機会があんまなかったんよ今まで。なんか企画でたまにやるかなぐらいなんだけど、そう、こうやってなんかめっちゃ企画で使えるのがすごい嬉しい、楽しい。そして見てください、あそこに野生のイノシシがいますね。さあゆっくり後ろから近づいていってみましょう。そして気づかれる寸前で、ああ、勝っていく。そしてやった、肉がゲットできた。ああ、はい、ということでこれね、みんな食べて、ということで始まりました、君と一緒に命を紡んでいく混ぜたという君のサバイバルチャンネルです。はい、これがやりたかっただけ。はい、ついちゃうやないか。よし、逃げます。俺は最後に勝つ男。あ、ガン逃げしてる。プリちゃんだ、逃げろっつってガン逃げするな、これ。ならば、あれで追いかけようかな。俺は死ぬわけにはいかない。いや、ちゃんとね、これね、誰が誰だか分かってるっていうのもあって、プリちゃんは俺が戦う意思を見せなかったら、戦う意思を見せない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 。かわいそうだからな。あー、ほなの、そう、さ、まだ戦いたくない。俺を熟してくれ、ハンターハンターのように。プリちゃんはひそかなんよ。危ねえ、絶対勝てないから、よかったあ、よしよし、アンチ入った。さあ、怖いからと。誰かいなかった今、誰かいなかった今。え、ケイちゃん、ケイちゃん、ケイちゃん、そんなところに隠れて何してるんだい。あ、ケイちゃん、ケイちゃん、じゃあ、ごめんね。お話ししたかったけど、撃ってくるのは仕方ないよね。やめてやめてやめて、もういい、おい、なんでだよ、絶対プリちゃんやん。まあ、プリちゃんに今見逃してもらったっていうのもあるんで、ちょっと今回の試合は平和に、まあ、シンプルにアンチ取って、もうそんなに攻撃せずに、
なんかアンチ移動しつつ戦う場面が来たら戦うみたいなイメージにしようかな。あっちの方行っちゃうか。あ、これもしかして出ちゃう？ちょっと待って、ちょっと待って、チグちゃん、チグちゃん、村チグちゃんと戦いたくないよ。チグちゃんと戦いたくないよ、俺は。チグちゃんと戦いたくないよ。やだ、俺チグちゃんと戦いたくない。だって友達だもん。俺チグちゃんと戦いたくないよ。だって友達だもん。ちなみにこれあのね、まあ、フォートナイトやってる人向けのアドバイスなんですけど、まあ、そろそろ敵と向かいそうだなって時は木じゃなくてまずレンガと硬いものにしといてあげた方がいいかもしれないですね。あー撃たれてんね。あれ誰だろう。あれ誰だ。あれマズタじゃない。あれマズタだよな絶対。ボッコボコにされてんだけど車。あーやべえ、いて死ぬ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 。でもあいつも多分リロードしちゃう。逃げろ逃げろ。多分マズタだわ。あれどこだ。え、どこでいつ抜けた。これでどう。もう混ぜたり全部使う。混ぜたり全部使う。食らわねえか。はい、バカエイムいいよ。あんまないよな、カスタムで俺がお前にゴリゴリ行くことよ。てぇー、オッケー。ねえ、混ぜた。今どんな気持ち。今どんな気持ちか、とても教えてほしい。エイムで分かったわ、もう今。この削られ方はプリちゃんだってなった、今。ムカつくなこいつ。ケチャ死んでんじゃん。ケチャピザでも食べようよ、ケチャ。ケチャピザでも食べよう。めめ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 め。あいつ、あいつ余裕ありすぎだろ。なんか食ってる。うわぁ、もうアット君とめっちゃしたからさ、癖とか知ってんだよな。やばい、落下、落下やばい。どこ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 。ああ、チグチグチグ。チグチグちゃん、今までの僕とはもう違うんだよ。ちょっと待って。沼ったな。もっとガンガン撃てばよかった。うぅ、あー、くそー。あとはこれショットガン持ってて、さっきボックスめっちゃ強いから。ってことは奥にいるのがアッキーね。さあ、俺は建築しません。さあ、建築しません。今日は平和に行きたいんで。さあ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 。いやー、アッキーはこうバトロワのプロなんで、こうね、茂みにも隠れますよ。うわ、緊張するね。震えるね、手が。癒していい。オッケー。な、足場崩したりできない？これ根元崩しに行くんじゃない？これもしかしたら違う。やっぱそうだ。こいつ悪いぞ、悪いぜやつだ。本当にこいつ悪いぞ、こいつ悪いぞ。気づかれてない、気づかれてない。そしてずれろ、ずれろ。滑り込み。あ、みんな見てこれ、このだるさ。あと、ま、待って待って、やばいやばいやばい。うわこいつマジでいる。やば。皆さん、このからつけアッキーという、こいつ、うわ、よいしょ、おった。やば、マジで。
殺しとけばよかった。今後電気だけを頼みかける。さあ、アッキー VS。あと、最近ボックスファイ、おっと、煽っていく？に回復することはできるのか。ただ相手の建築物で周りは囲まれています。そしてアンチがそろそろ来てしまう。そこの壁を編集するのか。さあリロードも入れていきます。さあアッキー選手、これがバトロワの戦い方だと言わば、おっと待っているのはアット。オッケーオッケー、ナイス、勝っちゃった。終わりました。いやー、くっそー、わん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 ナイスー、くっそー、よっしゃー、オッケー、え、ナイスー。何？アッキー？どうしたの？どうしたの？すいません、裁判長、一つ聞いてもいいですか？僕が証言者なんですけど、なんか証言お願いします。アットさんとプリッツさんが戦ってる最中、茂みからこっそり出てきたアッキーが手元を崩していました。ふざけんな、マジであれプリじゃないんだ。さあ、俺ね、一回アッキー見逃してんだよね。そうそう、そう、重くし入ったんだけどさ、だから俺、プリちゃんは撃てないって言いながら壊してた。だから俺は撃つことはできないって言いながら、やばいわ。でも殺しちゃう。しかもずっと茂みに隠れて、根元壊してまた茂みに戻っていく。スライディングしながら、マジうぜえわ。俺一回プリちゃん土下座してるから、許してください。そうだよ、ヒロまで追い込んでなんか屈伸されたからな。ごめんっつって、これケチャのところにさ、歩きながら近寄っていったらさ、うん、ゆっくりと武器出してゆっくり撃たれたからね。乗せたーって、仲良くしようよ。見逃してくれるんかなと思ったらガッツリ殺されたわ。俺撃つ前、撃ってない撃ってない。あ、撃ってないの。ケチャーって言って走っていったら、ケチャがよっこらしょバシューンって言ってきた。じゃあダメだ。え、じゃあで俺らアッキーと俺目と目が合うやったよね。あ、そうだね。俺チグちゃんは撃てないって言って走ってた。全員撃てねえじゃねえかよって言ってるのをガンガン撃ってたな俺。